現場を熟知している皆さんから、今現状どんな状況になっているのか、どんな工夫をし努力をされておられるのか、そういった話をぜひ聞かせていただきまして、住まいがもう、借りれなくなってしまう、仕事がない、そういうですね、声が多くなり、ここもですね、実は国交省の、居住支援の、相談ルームとしてお借りしています。今ですね、孤独孤立でフードバンクや、居住支援に対して助成金が使わせていただけているんですけれども、延長したそういう支援の方をよろしくお願いします。第7波になって物価の高騰、光熱費の高騰で、もうそこの楽しき笑顔をお母さん子どもたちから見ることがだいぶ少なくなってまいりました。やはり物だけではなくって、そうした精神的な疲弊っていうのが今垣間見れているので、文科省厚労省一体となって放課後作りを進めるんだというメッセージが出たんですが、ちょっと今残念ながら現場ではまだ文科省厚労省の縦割りがやっぱりあって、学校がなかなか活用できないとか、あとちょっと学校と放課後の、いわば横割りと申しますか、ちょっとこうそこを分けて考えちゃって、学校側が学校をあんま使わないでほしいみたいな声もあって、せっかくのこう居場所であるはずの学校ががら空き で学童保育などは全然足りないというもったいない状況も起きてますので、物価が高騰することによって消費が落ち込みますので、メーカーが生産数を落としているという現状がありまして、余剰在庫が減ると結果的にフードバンクへの食品提供などが減ってしまいますので、もともとコロナの前から経済的弱者で非正規雇用の方ですとか、貯蓄や持ち家がないという方が本当に今子育て家庭は生活が成り立っていない状況です。厳しい現実、そしてさらにこのいろんな支援を考えていかなきゃいけない、食料や食に対する支援、あるいは居場所に対する支援、それから NPO に対する支援、子どもたちに届いてるか、そこまで、政府や自治体も思いを巡らして支援を考えないと、子どもたち の心に届かないということなんだということも感じました。